一丁上がりっと。これで大体300万くらいの儲けかな。あの社外秘情報をゲットしたのは大きかったな。はいはい、どちら様。あ、ゆうくん、やっとつながった。なんだ姉さんか。もうなんだじゃないでしょ。今日の晩ご飯は食べた？ダメよ、レトルトばかりじゃ。学園もちゃんと行ってる？せっかく頭がいいんだから。食べてる食べてる、行ってる行ってる。それじゃあそういうことでおやすみなさい。あ、待てユウク。やれやれ、いい加減弟離れしろっての。学園ね、一体何が面白いんだか。悪いけど今はこっちが忙しいんだよね。よくぞ来た、迷える子羊よ。今日はどんなご用かな。私も恋愛相談してみようかな。ずいぶんと盛り上がってるわね。あ、ヒイラギさん。ねえ、ヒイラギさんももうダウンロードしてみた？ダウンロード？何のこと？まだ知らないんだ。神様アプリだよ。悩みがあっという間に解決するって評判なんだから。へえ、そんなアプリがあるのね。盛り上がってるね。休み明けからえらくやかましいっつうか。神様がどうとか一体何の話だ。なんだお前、知らねえのか。だったらこの俺が教えて死んぜよ。迷える子羊よ。今日はどんなご用かな。あ、かわいい。なんだこれ。神様の言う通り、通称神様アプリ。今女子の間で人気の対話型占いアプリだ。だと言われてもな。まあ見てろって。例えばここにこうやって悩み事を入力するとだな。まずは出会いのきっかけを作ることじゃ。それと家業を手伝うなり、部活に汗を流すなり、何かに懸命に励むがよい。がっつきすぎずに己を磨けば、おのずと道は開かれるぞい。てな。こんな感じに神様がお告げをくれるわけ。はあ、噂には聞いてたけど、本当に的を置いてるっていうか。お店のこととか部活のこととか、ちゃんと環境も分かった上でアドバイスしてくれるんだね。どうよ、分かったか、このアプリの凄さが。なんでお前が偉そうなんだ。でも実際かなりの精度で当たるっていう話だね。アプリのレビューも高評価で、連休のうちにダウンロード数も一気に伸びたみたいだし。私は使ったことないけど、女子に流行るのはわかる気がするな。みんな占いとか大好きだもの。
だろだろ。女子に人気か。さてはお前、こいつをネタに女子と仲良くなろうとかしょうもないことを。バカにすんじゃねえぞ。硬派で通してる俺がそんなわけ。まあなくないこともなくなくないというか、ごん、それはさておき、このアプリが話題なのは他にも理由があってな。なんとこの森宮学園にいる生徒の誰かが開発者らしいぜ。そうなの？でも生徒って、うさんくせえ話だな。でも本当だったら確かにすごいね。はい、ホームルームはここまで。柊木さん、これお願いね。起立。で、そろそろ行かないと。なんだ、妙に急いでんな。うん、ちょっとこの後端末室の方で仕事が残ってて、テキパキ片付けないと帰りが遅くなっちゃうから。とわ先生ってほんと忙しいですよね。担任や委員会の顧問に加えて学年主任の補佐みたいなこともやっているみたいですし。あまり無理はしないでくださいね。あ、なんだったら俺手伝うっすよ。大丈夫、心配してくれてありがとね。それじゃあコウ君、みんなも気をつけて帰ってね。さてと、俺もそろそろ行くか。コウちゃん、今日もアルバイト？ああ、今日は蓬莱町だな。と、また夜のバイトなんだ。あのね、こうちゃん、そんなことじゃまたおじいさんに。分かってるって。この前もしごかれたばかりだもんね。ま、夫婦漫才はそれくらいにしとけ。そんなことより、これを見てみたまえ諸君。ってなんだそりゃ。あ、もしかして前から言っていたあれ。そう、今日の夕方からあのアクロスタワーで行われるスピカの限定ミニライブチケットだ。チケット取れたんだ、よかったね。レオタ、やれやれ話がそれたか。アクロスタワー、あんなところでやるのか。ちょっと北にある森宮市のランドマークだよね。いろいろな商業施設も入ってステージもあるらしいけど。うん、他にも美術館とか水族館なんかもあるんだよ。そう、そこでスピカがたまにライブをやってるってわけだ。いやー、このチケットを取るのもマジで苦労したんだぜ。なんたって結成3周年、気合の入れ方が違うからな。やれやれ、平日なのにご苦労なこった。まあ新曲ってのも確かに悪くはなかったし、人気があるのもわかるが。お、もしかしてついにこうも目覚めたのか。今まで散々貸してやってもろくに聞かなかったくせんよ。何せ当の本人に手渡されちまったからな。まあ試しに聞いてみたら意外に良かったっつうか。そうだろうそうだろう。ま、今日は当日券もねえだろうから、せめて感想は一番に聞かせてやるよ。次のミニライブは一緒に。あれ、この音、りょうたくんのサイフォンじゃない？ああ、神様アプリの通知が入ったみてえだ。今日の運勢を自動で知らせてくれる設定にしてたんだよな。どれどれ、なんだこりゃ。今日のあなたは最悪でしょう。交通事故に遭っちゃうかも。楽
しい一日はあっという間におしまい。心の準備だけはしておきましょうね。んだよこの画面は。それにこの内容って交通事故？おいおい、こんなのが表示されたのは初めてだぞ。勘弁してくれよ、せっかくテンション上げてたのに。うえ、縁起でもね。ライブ前にこんな不吉なもん見たくなかったっつーの。ったく、お前って割と気にしいなところがあるよな。占いは占い、そんなもんに振り回されるなんてアホらしいぜ。うん、いいことが書かれた時だけ信じて楽しむ程度でいいと思うよ。そうだね、単にアプリがバグっただけかもしれないし。そっか、そうだよな。よし、こうなったら今日はライブのことだけ考えるぜ。ああ、待っててくれ、スピカのみんな。たく、単純なやつでも元気が出てよかったね。リョータが沈んでるとみんな暗くなっちゃうからね。
う、空に相沢か。こんにちは。時坂、今帰り？ああ、今日もバイトだ。二人はこれから部活か？はい、今日は部長たち3年生と紅白試合をやる予定なんですよ。私ら 1,2 年の複合チームで挑むことになっててね。連休中に空と特訓した成果を見せてやらないとね。はい、打倒舞部長です。あの人ひょうひょうとしながらインハイの常連だからね。気合入ってるじゃねえか。相沢はもう大丈夫だな。空とも今まで以上に仲良くなったみたいだし。おい、確か3年生。あ、往来の邪魔だ。食べるなら脇でしとけ。あと、道を塞いじまってたな。すみません。まあいい。まあ、食べれるだけ仲がいいのは結構なことだ。びっくりした。高畑潮か。学園、いや森宮でも屈指の不良とか言われてるみてえだが。ええ、喧嘩上等で何度も流血沙汰を起こしてるって噂よ。でも空、もしかして知り合いなの？ん？ええ、商店街のあたりでたまに見かけることがあって、学園の上級生みたいなのでいつも挨拶はしてるんですが。その悪い人だったんですか？まあ礼儀ってのは武術の根っこにあるものだけど。ま、空らしいじゃねえか。それに噂に聞いてた極悪なイメージとは違ったな。首輪の外れた野犬みたいなタイプなのかと思ってたぜ。ええ、思ったよりずっと落ち着いている人っていうか。やっぱり見かけとか噂で人を判断しちゃダメね。私も空を見習わないと。よくわかりませんけど。あった、先輩、そろそろ部活が始まっちゃいますよ。そうだった、舞部長にどやされる。時坂、また明日ね。おう、またな。